どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドやっていきたいと思います。さーて、第3章入って、サリーと今回行動するみたいですね。今回は、ある程度話は追跡していくというか、そんな感じかな。明らかに、あったぞ。起爆装置も置いてきたから。やばそう。ほら、思った通りだ。よし、一つ仕掛けだ。まだスイッチを押すな。これか。冗談言う場合じゃねえ。全部設置したら起爆装置のスイッチを入れてショーの始まりよ。はい。やつら慌てふためくぞ。あら、また気にいるの。ラザルビッチは周辺に手下を配置してるわ。あまり不要に打たない方が良さそうだね。あれは、落ちた。はあ、あ、コインか。ここで出てくると。さて、あと爆弾はもうちょい先かな。携帯に注意しろよ。はいはい、ステルス要素強そうだね。教会で盗みするみたいにヒヤヒヤする。お前どんな親から生まれてきた。会いたい。会いたくない。会いたくないな、それはね。遠慮しようか。前方に気をつける。見つからないように。こちらをそっと片付けようぜ。いやいやいや、いやいやいや、なりますよ、そりゃ。お前が音を立てるなっていう風に、まったく。オーケー、オーケー。いやー、サリーさん、やっちまったね。やってくれたじゃないか、君。どんな感じだ？侵入者だ！やるんだ！サリーさん。やってくれたね、ほんとね。なんちゅうこと。あ、かわいい。サリーさん、なんてことを。多分スイングすれば渡れそうだ。なんてことをしてくれるんだ。仕方ねえ、待ってろよじいちゃん。別に登れる方法があるかも。さあ、AK。他に登れる方法。グレネードはなかったね。いいね、弾が潤沢だね。よし。どうだ。どうだ。いやいや、ほぼぶつかったよね。完璧だぜ。ありがとうさ。危ない危ない危ない。こっちだ。ネイト、早く第一発掘現場に行って。はいはい。もう戻ってていいはずだ。クソ、狙われてる。さっさとやっつけて、キャンプ場に帰す面倒よ。なあ、お前に
にやるよ。それは射撃の名手だよ。さあさあ、ヘッドショット入ったね。あとは上いる感じかな。音楽まだ鳴ってる。最初のキャンプに近づいてるはずよ。そこにはあと4つ爆弾を埋めたわ。だけど準備をする前に人がいないことを確認してね。はい。爆弾はこっちでいいのかな。いや違うね、アイテムがあっただけだね。結構火薬は落ちてる感じだね。いつから諦めるんだ。ナザレビッチが諦める？そんなことあるわけない。やつのキャンプだ。準備はいいか。探したんだ。やろう。ナザレビッチに聞かれたら大変なことになる。よし。上にも行ってたんだよね、一人ね。おい、はい、二人目。奥に行ったらだね。粘るね。粘るね。来たか、早いね。あー、リボルバーでいいや。しまった。これ月中140。めっちゃ弾持てるようになってるじゃん。隠れるだけか。何発持てるかな。あと動くな。侵入者だ。
って爆弾は？あったあったあった。そうじゃないのよ。あと3つ仕掛ければ終わりだ。はい、3つ、あと3つね。逆に仕掛けられてるのに気づかなかったんだね、あいつらは。あと3つはさらに奥かな。あら、そういうわけではない、こっちではないか。このマップ内にあるってことかな。時間を無駄にするな。あったあった、爆弾を全部仕掛けてないぞ。はいはい、急ぎます。残ってるのは2つだけ。このあったあったあった、このエリア内にあるのは間違いないんだね。よし、これすぐ下げるもんだ。せーの、ここ、そこでしょ。なんかこっち側っぽいよね。いや、ここじゃない。あら、意外とどこだ。時間を無駄にするな、あれを全部仕掛けてないぞ。あったー、これか。よし、これで全部。ナザレビッチさんに挨拶しよう。じゃあ挨拶しに行きますか。まあ仕返しはせんとね。いや、探すの大変よ。届かない、はい、持ち上げてやる。おい、ちょいわる、飛んでくれ。セクシーなケツだ、サーリー。助かり、返すぞ。よし。いや、ここまで船を流すとはよっぽどでかい津波だったんだな。ん？ここは特に意味なさそうだね。よし、人はいないみたいだな。人はいないか。ただ、さらに置くってことかな。そういえば、まだグレネード出てないんだよね。くそ、またポンプが故障した。年がら年中壊れてばかりだ。おい、さっさと直してここから出ようぜ。見ろ、武装してない。そうではない。奴らの目はつきらめる。さあ、なさり、たま。武器を捨てろ。武器はね、落としたからね。気を使われたら三角ってだいぶ違うね。危な。誰か手を貸してくれ。一人で全然平気じゃないか。おお。あら、もう一人やるよ、サミー。よい。ああ、みんなジャブが好きなんだ。付き合ってられん、警察すぎる行動だ。警察ってどういう意味だ。三角ボタン、そういう使い方だったんだね。今までと全然違うじゃん、まったく。このパイプを折ったらキャンプが見つかる。いつもパイプをたどってく。モントリオールにいた時と同じか。まさか忘れたりはしないだろうな。さあ、現在銃は持ってない。お、チャプター4、ちょっと展開早いね。目の前がキャンプじゃないか。こういう滝の裏にお宝があるっていう相場はない。そうか、そういうもんかなと思ってたんだけど、今のところかな、行くなら。
よし、行くぞ。少し待ってくれ。3ヶ月かけて収穫なしか。でもちょっとその最善は尽くしてます。あいつがラザレビッチだな。こいつ第三発掘現場から出土品を盗もうとしてました。私も随分甘く見られたものだ。いや違います、これには訳が。いや、いいの。私の周りは裏切り者とバカばかりだ。どうする、あいつもっと怒らせちゃうか。どうぞ。行け、辺りを調べろ。来い、こっちだ。よし、お前の出番だ。こっから援護する。さあ、リボルバー。いいね、やっぱリボルバーは。スナイパーライフル忘れてったぞ。お、マジ？敵さんのバンペイが何人か残ってる。さあ、まあ、セルスだね。はい、こっち来い。そしてそれをよこせ。あー、リボルバーがなくなってる。給料だって大してもらってない。ちょっとこっち来てね。その通り。で、それをそのままちょうだい。とりあえず乱戦用で。こっちないもんね。背中抜けてほしいな。よし。いやー、これで壁トントンできたら一番最高なんだけどな。銃落としたね。よっしゃ。あ、サイレンサー付きかな。なんかそんな感じがするけど。よし。こそってね。ラザルビッチはかなり本気のようだな。すごい資料の数だ。シャングリラの探検を全て網羅してる。古くは17世紀のものからある。で、マルコ・ポーロの日記は。それもある。一生懸命もたもたすんな。分かってるよ。偉大なる旅人はシャングリラへの苦難の旅路に打ち勝つべく黄金のパスポートを与えられた。黄金のパスポート。なんだ、どういう意味だ。さあな。 あった。私は大いなる悲しみを持って旅の仲間を運命に委ねた。シャングリラで乗せた忌まわしい積み荷が我々の運命を決めたのだ。マルコ・ポーロたちは津波を天罰だと思ったわけか。待てよ。クソ、サリー、チンターマニ席はここじゃない。何？こう書いてある。私はフビライハンの怒りに喜んで耐えよう。あの聖なる寺院からチンターマニ石を撃つぐらいならば。マルコ・ポーロは石を取らなかった。それなら忌まわしい罪って何のことだ。わからない。石がここにないならラザレビッチは一体何を探してる。シャングリラだ。はい、ボルネオデカ。こんなところにあるわけないだろう。多分マルコ・ポーロの足取りをたどるつもりだ。そうだ、シャングリラまで。なんで？なぜなら石はまだシャングリラにある。クロエ、話せるか。
いいわ、どうぞ。これまでの発掘作業で遺体や遺物は何か見つかってるか？いいえ、そう言われれば何も。なぜ600人以上が船でナンパしたのに遺体はゼロ、そんなの変だろ。一体どこへ行ったか。津波が来たらどこへ行く？山の上か。ピンポン、山の上へ行こう。マルコの仲間が見つかるはずだ。クロエ、合流できるか？もう向かってるわ。おっとネイト、早いとこテント出ろ。あと2、3分だけ待ってください。お友達に言ってやりな。死んでる。バッサ、散らばれ。隠れてる、俺が何とかする。ドナルド、これ使える。散開しろ。さあ、あれに長押しで。へえ、はいはいはい、こういう使い方も壁裏からだったらできるってことだ。で、今どこから開いた？味方を盾にとはね。手前だったか。まあまあまあ。これ少しもらってくれ。武器を捨てろ。おら。左から攻めてくるぞ。はい。ハンドガンだね。なんてこと。特にグレネードこれ以上なしか。で、こっちから。ごめんね、弾が欲しいんだ。おお。グレネードは三角でキャンセルできる。ほえー。感じか、こうなる。
ないの。クソ、手を貸してくれ。あの塔を破壊するんだ。あの塔を破壊する。まあ爆発した後だったね。いやー何が起きたのか最後がね。でサリーは、あそこね。いやうまいこと走ってきたわ、うん、こっちのはずだ。な坂だね。まあ、山登らないといけないっていう話だったから。サリー追いついてる？おお、サリー。追いついてないね。この石を見てみろ。どうやらいい線行ってるみたいだ。これを見てみろ。おお、いいね。よ。遺跡っぽいね。こんにちは。ここには何があるのかな？運が良ければマルコポーロの乗組員が眠ってるはずだ。調べてみよう。なんか、ね、ああこの寺院は何千年も前のものだ。まあな。あら、なんか光ったと思ったんだけど気のせいか。じゃあ奥行きます。こっち行くぞ。かうわ、大当たりみたいだぜ。いえ、この死体何百ってありそう。歯を見てみろ、真っ黒だ。すごい、全部粉だ。津波が来た時彼らはここに逃げたんだろう。こっちではない。何らかのヒントがここにあるはずだ。うわ、おい、いいもん見つけたぞ。ここに何？ナンパした後できっと荷物をすべてここまで運んできたのね。お、あるね。また松屋に。これ前に見た。サリー、照らしてくれ。うわ、お松ヤニって青いんだね。ちょっと待て、これは血だ。あっちにもこっちにも虐殺があったらしい。よし、血痕をたどってみよう。何かにたどり着くかも。血痕、あ、こっちか。いや、まだ続いてるね。こっちか。いや、違うね。結構、あ、これだよね。この部屋か。この壁で終わってるな。ああ、妙だな。ということは少し動いた。サリー、手を貸せ。さあ、もう一度押してみよう。おお、いってえな。抜け道だね。こ
ここまで血痕が続いてる。まだ転がってるぞ。うわぁ、これって変な考えかもしれないが、互いに殺し合ったように見える。なんだ、びっくりして逃げ出すのか。あれ見ろ、これは何かな。気をつけて。こんな小僧め。冗談だよ。ネイと心臓が止まっちまうところだったぞ。おお、なんだその薄気味悪いのは。何よ、武器か何か。違う、これは砲塔だ。何かの儀式用だな。障害をなくしてくれるはずだ。ああ、ね、霊的な障害だ。ああ、待てよ、このナイフマルコポーロのあれじゃないか。あれってどれがそれで何があれ。日記に書いてあった。あ、偉大なる旅人にはシャングリラへの困難な旅路に打ち勝つべく黄金のパスポートがって。これがパスポート。パスポートならルンルンだが、一体全体どこへ行きゃいいんだよ。そうね、この地図に書いてあるんじゃない。見せて。大インドとチベットに挟まれた地に見事に仕上げられた寺院の国がある。無数の黄金の尖塔が天高くどこまでも伸びている。待て待て、どこか分かったぞ。ネパールだ。当時は寺院だけだったろうが、今は町だ。そう簡単には行かないってことね。待て、まだある。寺院は多くあれど、シャングリラへの道を秘めているのはただ一つ。その道が示される旅人もただ一人、黄金のパスポートを持つ者だ。おー、やったな、グッジョブだ小僧。何もたもたしてんの。すぐ行きましょう。よし、バイバイ。行きましょう。って言ってしれっと持ってるっていうね、クロエがね。そんな甘くいくかな。怪しい奴がいないか偵察してくる。手を貸せ、ネイト。いやー、クロエにも出し抜かれてると思うんだよね。やれやれだ、行こう。ハリー、ここよ。ヤツら逃がすな。ドレークだわ。クロエ、何して。手を上げて。また引っかかった。黙れ、サリー。やっぱりお前か。お前ビクタークソ野郎サリバン、まだこの老いぼれジジイを連れ歩いてんのか。やめろ、ネイト。3ヶ月も檻の中にいたやつにしちゃ威勢がいい。当てもなく3ヶ月もジャングルをさまようよりはマシだ。船は見つけた。それ以外はチンプンカンプンだろ。地図もない。下から登ってきたわ。あら、ハリー見てこれ。地図もないって。インドとチベットの間に一つの寺院が示すだろう。シャングリラへの道を。マジか、フリン、日が暮れるぜ。そうカリカリするなって。ラザレビッチに突き出せ。無所から逃げたこと後悔するぜ。行って。ほら、さっさとしろ。もう大丈夫か。ええ、これでフリンも騙せるでしょう。なんとか時間は稼ぐから。いや、クロエ、一緒に行こう。ネパールで会いましょう。さあ、行って。行こう。あの子好き。だろうと思った。サリーは見つかった。逃げろ。あの子好きって。分かる気はするな。
ほい。危ない。危ない。ご忠告サンキュー。ふざけてないでこっちへ来い。行くぞ。しまった、ちょっと待った。意外と動きがしてみますね。行けこう。危ない危ない。あー、いけるね。くそ。さあどうする。飛ぶだろ。おいおい、映画じゃあるまいし飛べるわけないだろ。首がポッキリ折れちまう。ここにいればラザレビッチにポッキリやられる。お姉ちゃんにポッキリならいいけどな。またか、このエロ親父が。俺は運が悪い。俺みたいな男は悪あがきをしちゃいかん。サーリー切り抜けられるだろ。今までと同じだ。ネパールのお姉ちゃんによろしく。俺はリゾートでバカンス。なんだよ。おい、甘い土産話聞かせろよ。あそこにいたぞ。うわ、くそ。よし、行くか。お先にどうぞ。ゼビビー。おお、意外とサリーのが得意。マジかよ。ネパールに。ラザレビッチが好き放題してるってのは本当だったんだな。ヤツはゲリラの協力を得てるわ。何年も前から内戦が起きる寸前で、だからヤツは火に油を注いだだけ。果てたね。まあそうね。これでジンを探すために町を破壊したって気づかれないわけよ。ネイト、もしもし。ああ、聞こえてる。おじけづいてるわけじゃないわよね。この俺が。まさか。よかった。奴らと関わるのはもううんざりよ。地図は？ああ、ある。じゃあ市場に来て。あそこなら邪魔が入らないわ。ああ、了解。おっと、敵さん来ました。何してんのよ。うまく負ける。もう釜掘られる寸前だよ。紫外線ということで、いやー今回しつこいね。一気に、まだ撃って、やばい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 。いや、ほんとだよ。はい、ということで、今回ここまでにしたいと思います。ちょうど霧がいいんでね。まあ、次は紫外線ということで、街中をちょっと、行きますか。まあ、銃撃戦は増えそうだね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。